うん、いたいた。あれがクラーゴンを倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえ、あなたたち、そっちに機内って人いる？あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？上だ！おっ！おい、嘘だろ？また会ったわね、暴れん坊さん。ダーハルーネでの借り、お返しするわ。みんな、耳を塞ぎなさい。スルメにおなり。ひるんだわ、今がチャンスよ。みんなでマリネにしちゃいましょう。やるわよ。はい、光の雨降り注げ。こいつでどうだ。えい、無茶は禁物じゃ。光の雨よ、降り注げ。はい、よっしゃ。降り注げ癒しの雨よ。
いつでどうだ。若いもんには負けんぞ。グッバイよ、暴れん坊さん。いや、どこの誰かわからんが助かった。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげさ、ありがとうね。と言っちゃなんだがね、今夜は村で化け物イカの討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいさ。村の女たちが運命ごちそうをたーっとこさえて待ってるさ。さあさあ、一緒に村へ帰るさ。機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの？
宴会の席に子供はいちゃダメだってそこまで入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が硬いんだから。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。一緒に行くわ。すまないが、全く身に覚えがない話だ。他を当たってくれ。しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナー村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか遊戯じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん、この村では人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探している機内ってのは俺の祖父、機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか？その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父、機内ユキのことだと言ったら。え？あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる。あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の許嫁だった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。村人たちは機内を問いただそうと
手に手に松明を取り、志島ヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。じゃああんたのお母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して比内ユキは死んだと伝えてくれ。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指さすやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。
こんなところに連れてきて一体何だってんだ。あ、機内、機内なの。ああ、俺が機内だが。そんな人魚、本物なのか。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡さなくてごめんなさいね。私もう行くわ。では同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。もし私が人間だったなら機内と共に生きられたのかしら。さようなら。あの姿、どこかで見たことがある。
あれは確か祖父の小屋に。これは手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマヶ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。この子には俺が必要だ。ロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは
信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。Hmm.